こんにちは。とまです。さあ、今日はウルトラ Z100 回倒してお宝集めてみたってことで、今から青髪のウルトラ Z 汚れを世界最速で100回倒します。ちなみにお宝は、お宝じゃねえか。そう。宝箱か。なんで宝箱になったん？これなんか違いあんの？これ別になくね、違い。よくわからんけど、なんか宝箱になったわ。今4よ、4。そう。珍しくまだ終わらせてない。4が1個もないっていう感じかな。はい。だから第4の宝箱。これ、どんぐらい落ちるかもチェックしようかな。不動明海。あ、海海ね。海海。点々じゃない方ね。点々じゃない海海。あ、これでも結構強くない？そうでもなかったっけ？あれだよね。技ゲージ溜まった状態でスタートのスキル持ってるからね。始めたばかりの人とかはいいかも。俺スキル上げてないけど。はい。宝箱は、海海でやろうかな。ちなみにこの第2の宝箱の、これも強いよね。ボーイだよね。不動明ボーイ。これスキル、種族効果アップだからね。種族効果アップ。全然持ってない人はゲットして損ないかな。俺スキル上げてないけど。はい。やろっか。やろっか。どんぐらい落ちんの？俺あんま知らないんだよね。俺あんまり、今までのお宝集めとかさ、そんなにやってこなかったから、どんだけ落ちるか知らないんだけど、やってみるか。やってみるか。はい、パーティー。はい、左から、サボり、技だめ、特殊能力、ワイプアップ。行きましょう！ゴー！時間を計る？時間は別にいいか。大体でいっか。100周。行くか。いつも大体横取りだからね。俺、ちょろっとはやるけど、さすがに。大体横取りだからね。でも4つ目だったら割と落ちるんじゃないの？そうでもないの？これ鉱物あげなくていいもんね。おい、これで、特殊能力のピンクマンのデカプニ作って、なるがいいして、打ったら終わるはず。軟式！多分倒せる。はい、オッケー！いいよ、世界最速いいね。世界最速いいね。お！あ、結構落ちるこれ。もしかして、4個目だったら。待って。レッツあ、結構落ちる。あ、てか、あれか、これ。まあ、いいや、19ポイント。これ、あれだわ。100周するから、19×100。1900ポイント増えるんよ。1900ポイント増えて、ちゃんと、メモした。21,383 ポイント。21,383 ポイントまでいったら100周ってことだから。うん。それを目安にいこう。それを目安に。あ、これ結構落ちるかもな。うん。まあ、多分2個ぐらいはこれ落ちないけどね。いつも。もう昔からやってる人はおなじみだと思うけど、これ、お宝2色とか3色ぐらい、もうほぼ落ちないお宝が必ずあるからね。確率が違うお宝が必ずあるからね。まあ、揃うことはないと思うけど。はい。100周していくわ。レアアイテムも落ちたら、いいな。おー、3周目 G! 3周目 G!これあれじゃない？宝箱の鍵より G の方が落ちるみたいな。いや、それはないわ。ちっちゃい秘伝書。あれ？あんまり宝箱のやつ落ちないで。あれ、最初だけか。ピンク桃あ、これニューじゃない。あ、俺奪われたんだよね。1個。それ桃だったのかよ。で、多分これで2個でしょ。奪われてないよね。オッケー。はい、2種類。はい、オッケー。桃じゃないの？太桃やん。横取りされるの嫌だから、真ん中暴走閻魔にした。されにくいでしょ、多分。王だし。うん。レッツ！これ、レッドと桃落ちやすいやつか。俺のアカウントは、そんな気がしてきた。19996。19996。まだだね。21383だっけ？まだだね。まだだ。一種奪われてないわ。うん。もうひょモヒョしか落ちないよ。よ赤じゃないの、赤じゃないの。もうこれやばい。え、第4のあの宝箱でこれなの？ちょっと待って、第4の宝箱でこんなに偏んのマジかよ。33仲良しか。何が超やねん、いらんねんもうもうまあ、これ2種類で終わる、もしかして、もしかして、もう半分ぐらいいってるよね、多分50周ぐらいしてるでしょこれ。半分で終わるまで、半分じゃないわ、2種類で終わるまである、まである。普通に嬉しいわ、普通に嬉しい。普通に嬉しい2、秘伝書しか勝たん。何が中やねん、いらんねんうんピンクマンやからってピンクばっかすな。なんやこれ、おーおー、やっと来たよ、やっと来たよ。これ緑なの、水色かと思ったわ、緑なの。やっ、ピンクマンからの卒業、やっとだよ。もう終盤じゃない、だいぶ大丈夫、やっとだよ。はい、3種類、はい、3種類。おげー、あピンクマンやめたんちゃうんか、ピンクマンよ。めちゃめちゃピンク落ちるけど、だからそのピンク何色あんの？あ、もうピンクしか落ちねえよ、もうダメだ、もうダメだ。何が神やねん、いらんねん。え、これ緑じゃないか、緑って持ってるやつじゃない、唯一持ってる。もう縁の色なのね、鍵の色は。終わりかな、終わり。100周忘れた頃にやってくる赤。はい、21、多分これで383じゃない、19だもんね。はい、100周終了。いやよかったのか、ごめん、ちょっと奪われてたらあれだけど、多分奪われてないと思う。お宝の数が100周して14個は落ちたのかな？ 14 個落ちたけど、3種類でしたね。半分行きたいなと思ってたけど、無理だったわ。やっぱり偏りがひどいね。ひどかったわ。ちなみにレアアイテムはそんな落ちてないかな。最初に必殺 G が1冊落ちて、で、普通の秘伝書が2冊かな、多分。で、ちっちゃい秘伝書は3つぐらい落ちた気がする。はい、そんな感じでした。まあ、お宝集めの時と一緒だね。はい、宝箱の鍵集めは偏る。間違いございません。また明日の動画でお会いしましょう。じゃあ。